どうも、あきです。栄冠ナインやっていきましょう。はい、というわけで、秋大会ラストゲーム行きましょう。前評判は、なんと A です。最後勝ちましょう。いや、もうこの台本当にミラクルな試合をずーっと起こしてきているんで、勝てるでしょ、どんな相手が来ても。行くぞ。もう池山できます、これは。一番信頼できる選手です、僕の中では。まあ、国本絶好調ですし、これで行きましょうか。さあ、そしてですね、ただいま平均高評価数が1000超えで土日2本投稿、2000超えで平日も2本投稿という企画をやっております。もうちょっとで平均2000いけそうなんで、ぜひ皆さん栄冠9楽しみだよっていう方は高評価、そしてチャンネル登録していってください。いきましょう。拍手に送られてお願いします。先発メンバーはご覧の通り、意外性のある。またね、20万人いったらなんか企画やりたいなと思っておりますので、早く20万人いけるようにぜひ皆さんチャンネル登録していってくださいね。はい、行きましょう。バッターは岩手の牛若丸。前の方が A だったのになぁというところで、よかったよかった。ピッチャーのクイックシ、肩 E48 送球 B か。なるほど。お、雄平かな。はい、 OK、 把握した。負けないぞ。これセーフティーですね。初回は球数を稼いで追い込まれてからのセーフティーというのは結構ですね、有効かなと思っております。あるぞ。何や、残ってるから。惜しい惜しい。うわー先生、うわー2点先制された。ぶんぶん丸頼む。いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。よしよし、追いついた。ナイスナイス。さあ、国本はこのイニングまでですね。また頑張れ、ここ抑えろ。よし、オッケーオッケー、よく頑張った。さあ、国本交代だ。ここはピンチの強い大内でいきます。くせ者、持ち前のくせ者ぶりを発揮するのか。おい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 、打って出ます。ファール、落ち着いて落ち着いて。おい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 、おうち、ライダーはおま、やばいよ。満塁男持ってる。来ました、打球はセンターへ。おうち、やばい、惜しい。いやー、この場面はもう絶対大内9場面だったもんな。うまい、さすがさすがブンブン丸。いや、いける、2点だったら全然いける。相手結構変えてきたしな、選手を。そして、まず塁に出てくれ。1点返そう、1点この回。うわー、大内はまあこのイニングまで、このイニングをしっかり投げてくれ。セカンド、オッケー。大浦、いい当たりでしたが、しっかり投げろ。よーし、オッケー。外が基本だからね、野球の。ワンアウト二塁、おうち、よし、代打、よく頑張った。チャンスが強い選手でいこうか。今西だな。今西行こう。闘魂込めて、よし、振った。もう代打できたんだ、ブンブン振り回してこい。よし、入れ、入れ、プリもついたし、入るだろ、入るだろ、入る、惜しい。ないわっちだ。よし、オッケーオッケー、ないわっち。ダイソー出しとこう。足の速い今泉。くせ者使ってバント職人になってセーフティーバントですね。ただちょっと待って、待って、よし、球数投げさせて疲れさせて、バント職人ついたから1球で決めれる。オッケーオッケーオッケー。キャッチャー掴んだ、キャッチャーから
セーフティーじゃなくてもね、普通のバントになってくれればもう最高ですよ。ここで1本西野、率悪いな。ここで1本西野、追いつこう追いつこう、追いついてくれ。くー、やっぱ相手の方がヒット打ってるんだよな。じゃあ村上春樹いきますか。さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。ライト、よーし、よく抑えた、ナイスナイス、よく抑えた。いや打たせるよこれは。よし、落ちろ、うわ正面。これでツーアウト、ランナーありません。ツーアウト一塁、うお、大抜きホームラン打ってる。松井じゃ走れん、熱血、大抜き本当によくホームラン打つな。よし、オッケーオッケー、いや頼りになるよ大抜き。逆境持ってるでしょ。よし、さあ究極の思考が解き放たれることになるか。頼むよ、かない、来ました、ファルボー、疲れたぞ。よし、超えろ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 、よしよし、回れ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 、よし同点同点、よしよしよし、同点同点同点、という台なんだこの台は。違うな、ミートだな、ここは。うわ、騎士か、お主騎士か、騎士か、池かが、あー走れー走れー、よし、なんとか追いついた、なんとか追いついた。やっぱり相手の方が打ってるヒットの数は多い。ちょっともう村上無理だ、球数的に。一人だけ稲垣。さあ調子を上げてくるか。バックバックバック、 RB タッチバック。フェンスに当たった、茂木二塁回った、茂木三塁です、と中田ナイスバック、これでいこう。相手表の攻撃というところだけ助かった。さあ持ち前のクセモノぶりを発揮するのか。さあ伝令何出すかな。とりあえず守備気合い絶対だろ、すごく励ますも絶対だろ、もうここは全力でいっとこう、助言もしとこう。よしで内野前進だ、カードもいい、よしよし、オッケーオッケー、ノースリーから打ち上げたぞ相手バカだ。よしナイスナイス、これでツーアウト、ランナー、バッターは、うん、長打警戒で一塁ランナーだけは絶対返さないことだな。どうだどうだ、いやーちょっと微妙ちょっと微妙、オッケーよーし、よくしのいだよくしのいだ、いやー本当に投手陣が踏ん張るこの台、全員野球だ。さあ1点取った勝ちだ。でも小出に代打は出せない。これだけピッチャーを使い切るって6人いるのを全部ってことは、待てよ、そんなに打てる気配もないんだったらフォアボールを狙いに行けばいいんではないだろうか。うわ惜しいね。これでワンアウト、ランナーはありません。いやまた延長か、いやここで終わらせよ今日は。いやアウト、これでツーアウト、ランナーありません。打順は西野1割5厘ってやばいぞ。
西野あれかな、アディオスかな、このままでは1年生入ってきたらやばいな。もう小出に踏ん張ってもらうしかない。頼むわ小出、踏ん張ってくれ。ゲッツシュートだ。で浮かすどれだ。ナイスカバーリング、ナイスカバーリング。ファーストも守備決して下手ではないですからね、もともと。まあ今伝令も使ってるし、ショート、よしよしよし。これで次上位打順だからな、上位打線だから。ズバッと、くそー、一個臭いところ。よしセカンド、よくしないだ。よし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 。塚本、いけ塚本。走れ。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは。いや、やっぱりここはもう一本のホームランでさよならっていうのもある。池山ぐらいの選手だったらパワーヒ持ってて。うわ、なんという試合なんだ。ゴジラ決めろ、ゴジラ決めてくれ、この試合よ。伝説のさよなら男持ってるだろ。伝説のさよなら男になれ、真の。うわー、このために伝説のさよなら男つけたのに。これで3アウトチェンジ、高校チーム。うわ、またまたノーアウト1塁。スタミナは結構あるな。うわ、臭いとこ打たれた。ゲッツゲッツゲッツシュート、よし、オッケーオッケー、よしよしよし、頑張れ小出。セカンド絶対落とすな、落とすなよ、落とすなよ、ダチョウ倶楽部じゃないぞ。よし、高校チーム。なんていう試合だ。大抜きホームランでさよなら。落ちる落ちる、後ろ目に守って大抵、よっしゃ。大抜きナイスバッティングです。さあダイソーだな。藤野がそのファースト守れると、よしダイソー行こう。でまあもちろんカードもありますし、次の打席ね、でも OK だ。うわー、打ち上げちゃいかん。これでバントでもよかったか今の。いけかが、走れ。うわ、嘘やろ。よしよし、オッケー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 。小出に代打出す。いや、餅つきになるんだ、そしたら。いや、もう小出のスタミナも結構危ないし、ここで決める。そして全員野球で戦うんだ。まだピッチャーは1人いる。そして毎回伝令が出せるんで、スタミナが尽きることもない。この代は 全員野球で戦うんだ。真のその意味を見せてやれ、全員野球の真の意味を。
見せつけるんだ松浦。よし、これが全員野球だと、これが秋山高校だと。いけ回れ、よっしゃー、これが秋山高校だー。イエス、ナイスゲーム、しびれる。いやー素晴らしい試合だった。てか秋大会全部やばい試合でしたね。特に地区予選2試合両方この延長を戦うっていう、いやーすげえ試合だった、すんげえ試合だったよこれ。ああいやピッチャー全員頑張った本当に。まあ1人出さなかったですけど、まあとはいえでも最後までね待機してもらってるんで、要は最後ね1人に。おお大抜き逆境丸、ナイスナイス。最後打ったやつなんかつけつかないか、大抜きについたか、まああのホームランというところですかね。はい、いや本当にこの戦い方なんか楽しいな。いや最後なんか代打丸かサヨナラかついてもよかったですけどね。いやー素晴らしいゲームでした本当に。疲れたー、めっちゃ疲れた。もうとにかく素晴らしいゲームでしたね。はい、よしというわけで、ただちょっと冷静に落ち着いてオフしっかり強化しましょう。これもう本当に僕の心臓がなくなります、このまま選抜戦ってたら。さあドラフト会議です、しっかりちょっと選抜で優勝できるねチームにしていきましょう。ここから諸星ベーサーズ、尾形が、2チャーム、白石ドラゴンズ、福岡、ロッテ、おお徳永楽天いったか。ということは誰が選ばれなかったんだ。この代のファーストは大貫だった、セカンド白石、サードは徳永、ショートは池山、キャッチャーもあった、ピッチャーも同士、あ外野か、横田選ばれてない、奥田選ばれてない、やっぱそこが選ばれなかったんですかね。はい、ほう、まあまあそっか、スタメンで出さなかったもんな。まあこれが妥当なメンツですかね。オッケーオッケー、まあ徳永でもじゃなくて奥田とかっていう可能性はあるかなと思ったんですけど、まあいいでしょう。オッケー。いやーというわけで、ガンナイン熱いっすねやっぱり。とんでもねえゲームっすわこれ、もうめっちゃ楽しいめっちゃ楽しかったなこの2試合。まあ僕の寿命は多分3日ぐらい縮みましたが、もうこの2本の動画のせいで毎回動画投稿をするために寿命が縮む男でございます。よし、さあというわけでちょっとね、いろいろと考えていかないといけないわけなんですが、まあやっぱり一つ言えるのは、どう考えても系投で勝ち抜くチームですね。こうやって系投をやってるとやっぱりどんどん代打出していけるんで、そこに美味しさがあるかなと。まあ諸星の時にそれをやらなくてよかったのは、もうピッチャーが弱んだったので最強だったわけですよ。ただこれぞはいかないんですよ、別に諸星がいなくてもエースで4番みたいな状況はこっちで作り出せばいいんですね。もうバッティングだけ上げた代打陣と、もうスタミナを捨てたピッチャー陣と、よしということでもうスタミナ上げない、ということでもう変化、球速、コントロール、ここを磨いていけばいいというお話でございますね。はい、ちょっと磨くが中途半端な板を磨いてもいいのかなと思うんだけど、まあここはいいかな、もうこれでもいいかな。いやーまあ磨くか、スタミナ捨てるんだったらより磨いてもいいか、逆によいしょ、こいつも磨くか、なんかうまく磨いてやろう。これいいんすよね。はい、練習指示ずっと持っとくのももったいないけど、まあまあしばらく持っとくか。1年生もとりあえずもうちょっと変化を磨く、まあこいつはもう割と綺麗に磨いてるんで、よし、コントロール球速を最低限に上げようと。で金井は1回ミートを B にします、それから肩 S 目指します。はい、まあ、パワー S も目指したいですけどね。今泉ダイソー。さあ、大抜きもうちょいパワー上げとこう。
パワーパワー、総力 S まで行く。まあ一回ミート E は行ってもいいか。はい、いや違うな、もう思い切って総力上げとこで、平林も総力ダイソーチックね。で、タイはもうここからミートパワーを上げる。池山。さあ、パワー A になった。次はミート A に行きます。はい。西野。弾道差になってパワーを C にまずは持っていく。塚本ミート C に持っていく。松井パワー S になった。OK。次ミート上げましょう。松浦もうこれでパワー上げないといけないですね。はい、松浦強いな、1年生で普通に。こういう代打の選手がいっぱいいるわけですから、このチームには。OK。よしよしよし、よし、また本屋だ本屋。よし、ナイスナイス。まあ、テラピーでいいかな。よし、いいぞいいぞ。いやー、でも本当にやっぱ秋大会って難しいっすね。おー、キレいいですね。今回改めて思いました、本当に。秋大会ってこんな難しいんだなと。今までがちょっと強すぎましたからね、本当に。お得だ、持っときましょうね。はい。合宿もちろんやります。よーし、また本屋がいる。まあ、本屋アイドル。やっぱこの辺をですね、オフは踏みまくって。もうどんどんチーム力をつけていくしかないですね。はい。まあ本はこの結構長期的な部分で僕は考えることが多いので、まあまた来年以降の1年生というところではありますがね。さあ、で前回は直上げの神回もあったんでね、やっぱ直上げは一気に5も上がるんで、あれなかったら多分負けてたでしょうね、秋大会。オパーワットナイス。ああいうのがあるからこそ今があると。積極走塁か。あんまり今つけたい選手いないかな。いや、いた。いたな、積極走塁つけたい人は。これはもう思い切ってつけていいだろう。ブンブン丸、ブンブン走塁マン。よっしゃいいね、ブンブン、ブンブン丸からのブンブン走塁マン。めっちゃかむやないか。いきましょう。上がったし、そこそこでかいの使ってもいいな。よし、さあこのままとりあえず突っ走っていこう。アイドルが来ないな。まあちょっと最近ずっとアイドルめちゃめちゃ登場してたんで、しばらくお休みかな。冬場は忙しいのかな。アイドルって夏の方がちょっとエッチい服着るんで忙しいイメージもありますが、まあまあいいでしょう。ちょっと体力ないね、合宿前に。はい。あ、あれか、これ合宿前に練習指示なくなっちゃうな。まあいっか。よし、ちょっと1年生はうまく変化磨き終わったところで、本当にちょっと最低限の、もう変化なんかこれほら綺麗に磨けてるからいいでしょ。最低限のその急速コントロール上げた方が通用しそう。2年はね、もうちょっと変化きれいに磨いておきたいところではありますが、はい。かなえミート。ミート B は行きたい。もう一回ミート行きましょうか、なんで。あー、まあまあ、かなえにミート指示じゃあ使うか。よし、OK。総力。大抜きも、だから大抜きかなえにちょっと指示します。合宿前にね。はい。パワー、パワー。総力、総力。じゃあ加賀も一瞬だからミートにしてあげるか。これでイキヤマはまだミートいく。ちょっとイキヤマ率上げないと、本当に2割3分1厘はやばい。さすがにやばし。塚本もこれ勝手にもうミート
C 行きそうだな。パワー上げとこう。松井はね、もうワンチャンパワーでもよかったんで、ここをパワーにしとこう。よし。で、すぐ練習指示を使ってあげる、合宿前に。よーし、というわけで、本当にこのオフ大切ですね。これ、選抜、勝てるかな？とんでもねえな、マジで。まあ、もう、星止まる必要はないかな、正直。もう星止まる必要ないよ、無理にアイテム使って。2マスしか変わんないんで。さすがにそんなにもう時間あげこないな。まあアイテムもちょっと投手系がなくて怖いですが、そこそこではある。もうちょっと投手系があると1個2個あるといいんですけど、まあ特であるし、まあいいかなっていう感じですね。で、練習指示して、投手系来い。おし、ローラー来た。ナイス、ちょうどいいや、これで。で、今言っていた選手たちを変えてあげると、かない、これで肩いきましょうね。あと誰だったっけ、大抜きがミートね。はい。加賀が総力ね。で、松井がミートね。よし、いい調整。はい、というところで次回合宿ですね、非常に大切になりますので頑張っていきたいなと思います。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。いやー、この代の野球はめっちゃ面白いですね。監督のやりがいがあります。いや、本当に監督の采配一つで負けてしまう、もしくは逆転、今回みたいにできるという形になってくると思いますので、引き続きね、気合い入れて頑張っていきたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。